不良はよ、意外と大変なんだよ。表面的には突っ張ってっけどよ、心の中は傷だらけ。強ければ強いほど傷は深い。よく言うだろう。苦労した分だけ優しくなれる。物心ついた頃から悪くてよ、厨房では喧嘩の天才。高校じゃだんだん相手になる奴がいなくなってきた。奴らの名は、テスヤンキとりあえず、今んとここいつがトップ。聖林校のヘルメッツこと、田本丈一郎。そんでもってよ、こいつが女のトップ。龍桜つゆ。三年は男と女のトップが二人。あ、このわけは今度話すよ。二年のトップ、つゆの妹、龍桜めん。二年はよ、こいつが男を占めちゃってんだよ。とにかくやべえ。そんな中、新しい一年を紹介しよう。興味ねえな。まずはこいつだ。一匹狼の花形悟だ。敵は五万といんぞ。誰ともつるまね、流れ物。こいつはタンバラ怪人。残念ながら聖林校、いや高校に入れなかった。暇を見ては台湾張ってる。寂しい奴だ。龍桜家の長男、つゆとめんの弟、龍桜亮太。奴は強え、心も強え。さっき言った通り、強えってことは傷をたくさん積んでる。あとこいつもそうだ。聖林のトップ、ヘルメッツの弟、保つ辰之進。この二人にはかなわねえ。まあぐだぐだ言っててもしょうがねえから、物語の始まりだ。そういうことなら喜んで手伝うよ。お前の親父には相当世話になったからな。でも大丈夫か、広文、敵に回すことになるぞ。そんなの覚悟はできてるよ。まあ学生指って金もらえるんだ、喜んでやらせてもらうよ。どうでもいいけど順番がめんどくせえな。そこは目つぶろうぜ。こいつの顔を立てて順番に潰していこう。お願いします。ジュース。はい、はい、イエーイ。お疲れ、ごっつぁん。ハロー。
マイネーム。ニコニコカフェ、サッチンです。もう学校は終わったの？終わってるかな。サボりはダメだからな。終わってるよ。てか、いつもの人は？おう、あれニコニコマートだよ。ちげえよ。ニコニコ病院じゃねえ。あの人噂では9つ子らしいぜ。マジかよ、超ウケるな。やべ、まあまあどうでもいいけどよ、なんか食わねえか。腹減っちまって。まさか早田のルートでこんな力があるとはな。どうってことねえよ。ま、楽しい学校生活送ろうぜ。おい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 、どっかと思ったらここか。だから野良猫じゃねえんだからよ、もっと堂々としてようぜ。そうだな、行くか。やめてくれよ。なんだよ、分かってたの？分かるよ。びっくりしてんじゃねえかな。あら。ちょうどいいからやめちゃいなよ、タバコ。体に悪いし、煙いしね。Why not?
ちゃん。ふざけんなよ。なんで大きいやろ。帰って。姉ちゃん、朝から喧嘩するのやめといてくれる。もうまあ朝から勘弁する感じや。欲しいやったらあげるで。なんでいらへんの。また食べないと大きくならへんで。育ちの子やんな。どこが大きくならへんって。いらへんもん。お下劣やな。どうでもいいけどよ。長くしねえと学校来れんぞ。先行くから鍵せや。頑張って。これが一番効くな。なあ兄貴。あ？昔から聖林区域と聖馬中って高校に上がると聖馬は吸収、そんで聖林を卒業していくやつらは9割が真面目になってエリート。なんでなの。そのうちわかるよ。兄貴もそのうちの一人か。なんかな、何のためにフリをやってんだろう。やならやめろ。先行くぞ。おい、おで。おい、お前も邪魔なんだよ。気をつけろよ。おい。ああ、もうくっつけな。くっつけな。いいか。行けよ、お前ら。痛いぞ。あ、大丈夫、大丈夫。気持ち悪い声出すなよ。気持ち悪いんだよ。おい。うっす。だから。どう思う、聖林校だっけ。なんだてめえら、高校。そうだよ、うちら白城高校。聞いたことねえな。うちらと組めよ、聖林でもトップ立たせてやるぜ。ああ、何寝ぼけたこと言ってんだよ。おい、ツルツルだな。あ寝言は夜言えよ。うわっ、おい、なんやろ。なんのやろ。あっ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 。どうだ、喜んで。相変わらずやっとるの。おう、こいつらよ、いきなりかかってきてわけわかんねえ。さすがは元してんの。なんやおめえら。うちらよその高校から来たんだよ、聖林ぶっ潰すために。ならうちらじゃねえがよ。違うんだよ、あんたらトップにするために手貸すってことだよ。ふざけたこと言ってんじゃねえぞ。
ちらはもう興味ねえが、他当たってくれ。やるならもっと正々堂々とやるじゃ。岩田君だっけ、早田から言われてきたんだ。話は聞いてます、任しといてください。他のやつらは。ああ、他校からのやつだよな。しかし俺ら暇だよな。トップに近くなりゃ近くなるほどこんな感じ。兄貴が言ってたっけな、おめえもいずれああなんのか。兄貴とは違えよ。悪いが俺はその上を行く。よう、あれ以来だな。隼人、なんでおめえがここいんだよ。わしとかみんな定時制じゃねえのか。だけじゃねえよ、佐竹も。なんだよ、どうやって入ったんだよ。つうかよ、お前学ラン着てただここにいるだけなんじゃねえの。本当はさ、うちら高校受かってたんだよ。金銭的問題で半年、いや1年近く経っちまったけど、やっぱりここがいいからな。大丈夫だから、ここにいてお前何もできねえだろ。回復するよう願っといてくれ。なんだよ、道南高校は仲良し小良しだな。みんな集まってじゃないと行動できないんですか。なんだよ、怖いのかよ。おめえよ、俺を誰だか分かって喧嘩してんだろ。だからこんなたくさん集めちゃってんだろ。やれ。聖林はな、聖林の玉形とはな。今のうちに
見て歩いてんだよ。すまんな。君はどこの高校だ。なんだてめえは。専攻で丸めえし。専攻だ。聖林高校の教師影森だ。マジかよ。やっべ。どこへ行く。先生よ大変なんだよ。お宅のところの学生があっちで暴れてるんだよ。なんだと。聖林の提出制だっけ。なんで修行僧か寺の人。おいおい、ものすごい高度なギャグじゃねえかよ。褒めてもらってどうも。何の用だよ。黒岩君さ、喧嘩好きでしょ。喧嘩の黒岩、暇さえあれば喧嘩している。黒岩君、楽しい話か。ちょっと聞いてやるよ。そんなことできんだ。まあ仲間多い方がいいからよ。よかったじゃねえか。俺たちがお前らの仲間に入ってもいいのかよ。当たり前だよ。水くせえこと言ってんじゃねえぞ。もともと中盤の時は聖林区域なんだからよ。もちろん早田もな。そういやよ、早田保つそうだよな。同じ中学、同じクラス。いろいろあったけどな。懐かしいよ。叫んなこの野郎、まだ終わってねえんだ。まったくよ、てめえも懲りねえな。ずっとだぞ。根性あるっつうかしつけえっつうか。うるせえや、誰だ。いい根性してんだからよ。うちらとつるんだけ。どうせてっぺん向かってんだろ。だったらうちらとつるんでる方が早いぞ。仲間は多い方がいいもんな。この勝負どうなる。そんなイライラしてんの。ていうか、ここのとこずっとやしな。なんかさ、ねえ、なんなの高校は。するよ、もちろん勉強するよ。もうさ、中学の頃の楽しさがない。喧嘩したってさ、弱いやつばっかだし。ねえ、なんでアミコは男と女ってダメなの。喧嘩したら男は男、女は女。はあ、中学の頃は良かったな、楽しかったな。
ーは男勝りやもんな。うん、どういう意味？だってや、女のうちらとおるより男とおった方が楽しいんやろ。男好き。おい、アミコ、ちげんだよ。全くちげって、わかんねんだよな。ちゃうねん。ったく、女のお前に言っても無駄だな。いや、どこら？あ？あんたやるんか、これ。あ、思ってねえよ、これ。違うのは噂はもういろいろとの白服の学生を名乗ってのは成人のトップ立たせてやるってよ。やっぱり奴らか。何人かのもう乗っかったりのボコられたりしとるみたいじゃからの。どうするよ総長。うちらが手出さんくても亮太たちがするちゃ。何してんの？誰や？生理2年のジャンボ先輩じゃ。こんにちは。あんたは知ってるけどそっちの子は見ない顔だね。自分そうなんだ。よろしくね。どうしたの？あ、いえ。すいません。自分、タイプス。嫌だ。あ、ごめん、折れちゃった。大丈夫。すぐのやつ、遅いな。どこ行ったんや。すいません、ある程度調べたんですけど。すいません。そうか。なんか子供の喧嘩じゃないような。そうか。組長心配じゃないんですか？行ってやってください病院に。組長、面会者説だろ。俺が行ってもしょうがねえじゃねえか。そうですけど、それより仕事ちゃんとやったけど、俺にはファミリーたちを食わせていく義務がある。組長、それと引き続きバカ息子の面倒頼むぞ。はい。何が何やら知ってる顔ばっかりやな。っていうか
なんで佐竹あるん？あら、まあ、早玉で。んなこといるよ。お前ら知らねえのかよ。何がだよ。工事が。そういえば、今日見ねえな、工事。あ、和夫も。刺されたよ。ああ、嘘やろ。誰に？確かなのかよ。本当なのかよ。誰がやったんだよ。多分組絡み。おやっさんのか。おやっさん関係なければなんかよくわかんねえんだよな。和夫。知らねえよ。本当にそれだけなんだよ。てめえ嘘だったら正しいわかねえぞ。本当だよ。広組に行ったって使えよ。あともう一つだ。そこの組長の本名は何ですか。それは知らねえ。私死んだことしか。っていうか広組が手出したんじゃねえのか。派手なことやっとんがやな。まさかとは思うか。お前坊さん軍団に言いくるめられとんがじゃねえかんか。誰かと思えば歯抜けしてんのか。おい、邪魔か。うわっ、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 うわ。俺には理由なんか関係ねえんだ。喧嘩がしてえだけだから。喧嘩に理由なんていらねえんだよ。しまったけど大丈夫かな。やべえんじゃん。つうか雨子たち。いいの本当に。ええー、ねん。エリーと喧嘩しっぱなしじゃん。ちょっと仲直りしたら。ええっちゅうねん。やつら、どこだろう。こいつはなんてラッキーなうちら。なるほどな。
可愛いね。もしかしてセリン？せやハゲチャビ。誰やねん。ハゲやねん。おとなしくハゲとけ。離せよ。触んなよ。黙って帰ってお経でもあげてろ。あ。なむ。ちょっと付き合ってよ。そうですか。先生、ありがとうございます。組長、意識は戻ったそうだ。明日にでも病院行ってくるよ。はい。それと、これなんですが、銀妖怪か。確か潰れたよな。あそこの頭がうちの組に来て。はい、多分組のやつらがうちがやったと。子供の喧嘩じゃ済まないですね。こっちからは絶対に手を出すな。まずは様子見とけ。わかりました。大丈夫か、怪我。なんてことねえよ。バカだよな。女によ、女にうつつ抜かしてよ。あいつの大好きなタバコ。一服させてやらよかった。縁起でもねえこと言ってんじゃねえぞ。信じてやれよ。ダチだろ。そうだよな。てめえの親友だろ。コージ、意識戻ったってよ。よし、みんなでコージのところ行こうぜ。おう。おう。おう。何してんねん。おい、エリー、何急いでんだ。やべえんだよ。アミコは新海極連高校の奴らに連れてかれて。聞いたことねえな。知らねえな。おう、地方じゃねえの。とにかくやべえんだよってことだから。じゃあな。おい、エリー、水くせえぞ。リョータ、うちらも行くで。懐かしいな。行くか。早く片付けて工事のところ行こうぜ。どっちだっけな。ああ、佐竹たち
ったくよ、遅れてんじゃん。ここ入るのも遅かったしな。なんて。あ、こっちだ、こっち、こっち、こっち。あ、行くぞ。いいだろう。うちらはな、女でも子供でも差別しねえんだ。男同様均等に扱ってやるからよ。いやかわいいね。まずはワイルドのてめえからだな。おんげは切られや。そんなに髪の毛が欲しいんだ、ツルッポゲ。おめえはいいだろ、もうショート好きなんだよ。このクソハゲ。スペシャルでもかましてやるか。ここは任しとけ。最近運動不足やからちょうどええわ。頼んだぞ。よろしく。この先だから。ああ、お前は亜美子たちのところへ。わかった。
森島がいない。なるほどな。遅えぞ青林高校よ。待ちくたびれちゃったよ。どこの高校だか知んねえけどよ、汚ねえ真似してんじゃねえぞこれ。汚ねえも何もねえんだよ。悪いな学生さんたち。うちらはな本物なんだよ。お兄ちゃんビンゴだよ。お前らの仲間やったな、うちら。こんな感じな。ヤクザか。そんなのありかよ。お遊びは俺だ。死んでもらうぞ。亮太、どうすんだよ。ふざけんなよ。ヤクオだかなんだか死んねえけどよ、ダチ傷つけられて黙ってられっかよ。そうだ亮太、てめえに乗るぜ。見たことあんな。元五中ですよ。岩田か。暇人だな。うるさいですね。タマコ、このままじゃすまねえ。黒岩、おめえまだこんなことやってんのかよ。まあな。そんなことよりお前らが関わってんのモノホンだぞ。そういうの関係ねえんだよ。そういうことなら話は別だ。久しぶりにやろうぜ。次から次へと出てきやがって。分身の術か。うるせえガキが。こっちはほんまもんなんじゃ。俺もほんまもんじゃい。おひけなすって。わしの姓は赤星、名は銀河、人呼んでやーさん。中学の頃は少々男に興味あったが、高校入って女に目覚めた今日この頃。さあ、どっからでもかかってこんかい。手加減はせえへんで。おりゃうわっ
また遊ぼうぜ。ところだったよ。舐めやがってこのクソ坊主。さあ死んでもらおうか。お前少し休んだぜ。バカ言っちゃいけねえよ。てめえこそ休んだ。やら2対1じゃ汚えだろ。なるほどな。じゃあ悪いが俺休ませてもらおう。さあ始めようかヤコ。エリー来てくれたんや。当たり前だろ。今救急車呼ぶからな。死ぬなよ。なあエリー、ごめんな。喧嘩したまんまやったから気持ち悪くてや。そんなんいいよ。それより早く病院行こう。なんか思い出してきても、中学の時あんたと初めて喧嘩した。出会いはあんなやったけど、ずっと
友達やんな。何バカなこと言ってんだよ。当たり前だろ。うちらずっと親友だよ。何があっても親友だからな。ありがとう。悪いな、遅くなっちまって。はぐれちまってよ。てめえいい加減にしろよ。お前歩けんのかよ。てめえらじゃねえよ。何黙ってんだよ。てめえだよ。てめえ早田。ふざけんなよ。何生きてんだよ。早く死んでくれよ。悪かったな、生きてて。全部こいつの仕業だぞ。佐竹、おめえも踊らされてんじゃねえぞ。はあ、踊ってるつもりか。まんまと踊らされてんだよ。おめえはアホだ。もう足りんだよ。よう、親父から全部聞いたよ。銀妖怪の組長の息子さんよ。知らねえぞ、そんなの。お前んちがヤクザ。言う必要ねえしよ。別にどうだっていいだろ、そんなの。お坊ちゃんたちよ、学生のままごとなんか好きじゃねえんだよ俺らよ。大体なんだ、友達ごっこかよ、龍桜。ああ、ままごとか、タモツ。てめえらのやってることはくだらないんだよ。取れるかどうかの瀬戸際でビビって生きてんだよ。てめえらに分かるか。分かんねえよ。ああ、痛えな、チクショー。
勘違いしてねえか、うん、何悲劇のヒロイン気取ってんだよ、うん、どうせあれだろう、てめえんとこの組が、いや、てめえの親父が、俺の親父にやられたとでも思ってんだろ、ああ、だったらな、そりゃ勘違いだよ。うちの親父はね、そんなことはしねえ。曲がったことは絶対にしねえんだよ。わかるか。ただの事故だったんだよ。嘘つくんじゃねえよ。その場しのぎか。ああ、くだらないな。そう思うか。ああ。そうか。お前らやめえ！黙って見てろ！信じてんだろ。もう信用してるよな。うるせえ。悔しいのは分かっとる。せやけどな、こいつら全員仲間なんだよ。今こいつと対マン張って分かったろ。コウジの気持ち届いてんちゃうんかこら。うるせえ。うるせえんだよこの野郎。休むやったらな。それでもこいつら全員お前のこと仲間だと思ったら。
さすが組長の息子さんですね。うん、あ、分かった。組長に伝えるから、あとはよろしく。組長、無事肩がついたようです。ガキの喧嘩だ。そうですね。どう？ずいぶんやられたな。大丈夫か？はい、あとは自分が病院連れて行くんで。頼むな。しかし懐かしいな。志らくさんの高校の時の噂聞いてます。バカ野郎、頼むな。よかったな。工事の親父さんに全部世話になっちまったよ。おまけに高校も。頭下がるよ。けどやっぱり俺たち高校行きたかったんだよな。よう、ど根性とか。てめえ何がおっすっとかくれ。またお前と二人で一服できるなんてな。何泣いてんだよ。おい、そんなに俺のこと心配だったのかよ。そうだよ、心配で心配でよ。アミコ大丈夫なんか？それがよ、聞いてくれよ、死ぬみたいなこと言っておきながらよ、擦り傷だぜ。あんな
しょんべんでもかけたきゃ治っちまうよな。なーに、しょんべん引っ掛けられたの？よし、よし。え、マジ？しょんべんに引かれた。もっとわけわかんねえ、ちょっと。おめえら変わんねえな。それあんたもや。あんたもや。いや、あんたもや。あんたもや。俺はどうだった？俺はどうだった？おちょ、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 聖林元一中、龍桜亮太、止めに入ったね。はあ、よっしゃ、決まったやろ。あんたが一番変わってへんが。なんで帰る帰る。なんやなんや。な、何や、おら。どこ行くの、おら。めっちゃかっこよかった。何や。かっこつけたのに何や、おら。わからんやつだな。ほら、待って。やお。いつまでたっても素直にゃなせるか。
鍛えたな。中国3000年の歴史じゃ。